いつもご視聴していただきありがとうございます。素人チャンネルの DIY でカスタマイズ&メンテナンスということで、今回はですね、こちらのドライブレコーダー PC の方の画面見てもらうと分かるんですけど、ドライブレコーダーの取り付け位置を解説ということと、こちら、先週の日曜日ですかね、ちょっとバッテリー交換とかいろいろさせてもらって、でまあ、廃車にされるという車からね、お取り外しさせていただいて、そのまま譲っていただいた、ドライブレコーダーになります。でこれね、東芝製で、よく見るとね、わかるかな、東芝のドライブレコーダーってなって、まあね、こちらの方にちょっと品番とかがあるんですけど、これね、ここ見てもらったらわかるかな、損保ジャパン日本興和ってなってるんで、損保ジャパンがですね、自動車の任意保険、こちらの方の、サービスの中でドライブレコーダー毎月月ね、これレンタルみたいな形じゃないですけど、契約してたら、いただけるような感じのやつだと思います。でこんなものいただいていいのかなと思ったんで、ネットでね、フリマサイトとかアプリとかね、あとヤフオクとかをちょっとね見ていくと、中古でも売ってあったので、譲っていただくことにして、こちらね、契約されてるんであれば、ここね、電波マークが多分電気がついちゃって、今録画中ですよ。で緊急通知で、事故起こしちゃったり何かトラブルがあった時、ここ2秒長押しすると、ここの電波の分でですね、どうされましたっていう音声が出てきたりとか、マイク機能とかがどこかについてるんじゃないかなっていうような、感じな製品なので、もうおそらく契約者さんの契約、ドラレコのね、特約っていうか、まあそういうのが切れちゃってると思うんで、ここ電波はね、ない状態だと思うんですけど、まあ、録画する上でね、SD カード、入れる部分とかもついちゃってたりするので、こちらの方ね、自分の愛車の方につけていきたいと思います。で、ここがね、両面テープ貼ってあった元々の場所なんですけど、こちらの方に、こちらね、A 門の、超強力両面テープ、車外用スポイラーバンパーなどの取り付けにということで、結構ね、重さに耐えてくれるやつで、車外用、要は車の外に使うって書いてるのに大丈夫なのかなっていうところなんですけど、こちらね、見てもらったら分かるように、効果的に接着できる素材の中にガラスっていうのがありますんで、こちらの方をね、使って、要はここがガラスに接着する面だったので、こちらの方に綺麗に貼り付けていきますっていうのと、あとはね、ドラレコをつけたのはいいんですけど、結局つける場所が悪くて車検に通らないっていうことがありまして、実はね、こちらまた PC の画面の方ちょっと見ていただきたいので、ちょっと今から映させていただきたいと思います。で、見てもらったら分かるように、ちょっと待ってくださいね、離して拡大して文字が大きくね、見えるようにちょっとしちゃいましょう。ということで、まあこちらの方のタイトル、ね、ドライブレコーダーの取り付け位置を解説っていうところで、見てもらったら分かるんですけど、こちらですね、貼り付け位置、道路運送車両の保安基準の、第39条窓ガラスに定められているっていうところで、ここの条件を満たしてくださいということで、一つ目がですね、フロントガラスの上側 20% 以内での取り付け、範囲でね、取り付けてください。で下側 150mm 以下の範囲で、置き方ですね、要はダッシュボードの上っていうか、室内の樹脂部分の方に取り付けちゃう部分っていう風になってきちゃうと思いますので、こちらの方を注意してつけないと車検時にちょっとっていう可能性がありますので、注意して取り付けていってくださいということですね。で一応今ね、お話ししてる間に、ワイプみたいな感じでね、ちょっと出てると思います。左上か右上か分かんないですけど、こちらの方にね、当チャンネルでドライブレコーダーをつけてる安爺さんからね、このようにつけられてて、まあ、トヨタのディーラーね、乗り入れ可能で車検も通ってますよということで、まあ、安爺さんのね、ドライブレコーダーが取り付けられてるところで、メーカーがね、コムテックって言ってたんで、はい、決して安いようなドライブレコーダーじゃないんじゃないかなと
思いますけど、やはり、自分がね今このサイト上を見る上でとか、安爺さんの取り付けてるところを見る限りはですね、必ずしもっていうところはないんですよ。やっぱり検査員の人の考え方とか、その解釈で検査、その効果点ではいけたけどとか、地方保険でいけたけどとかって言いますけど、他の県ではいけなかったとか、まあ、そういうのもちょっと出てくるかもしれないんでね、あれですけど、まあ、一般的にっていうところで、ドアミラー、ルームミラーの取り付け位置からはみ出てなければいいんじゃないかなと。うん、でその例えばモニターがあるもので、まあ、今回ねうちの分に関してはこうモニター部分がないので、はい、なので例えばガラス部分に、まあ、このような形でついちゃうような感じで、これフロントガラス側として、まあ、こういう風な感じでちょっと回してね、いってペタって貼るのか、逆に、まあ、このようにして貼り付けて外側の方で映しちゃうのかっていうような形になると思うんですけど、まあ、この取り付ける部分、レンズ部分とかが、要はこの画像を見てもらったら分かるように、ルームミラーより上の部分、なおかつルームミラーより飛び出してないことっていうような感じにしておけば大丈夫じゃないかなというですね、状態になると思いますので、ぜひ皆さんこの動画をね参考にして、ドライブレコーダーつけられてみてはいかがかなと思います。でこれがねとりあえず前編っていうことで、下準備、両面テープまで貼ってドライブレコーダーをガラスに固定するところまでねはちょっといけないとは思いますけど、まあ、両面テープ貼り付けて下準備が終わってっていうのと、まあ、自分がつけるドライブレコーダーがこの東芝製のものになりますよっていうような形のね説明と、うん、あとは車検に対する対応とかですね、違反にならないようにっていう説明動画として前編とさせていただきたいと思います。で、後編も最後は後編になると思うんですけど、そこの場合はもうドライブレコーダーを車両に取り付けている状態の動画ですねを撮っていきたいと思います。で取り付け方もですね様々あって、どれが答えっていうわけでもなく、まあ、僕の場合はちょっとね配線を隠したいので、ちょっとなるべく見えないようにつけていって、まあ、できればねシガーソケットも使いたくないんですけど、今回はですね、初心者の方とか配線のこととかいろんなことがわからない方がいらっしゃったらいけないので、はい、あのシガーソケットを使った状態で取り付けていきたいなと思っております。まあ、そのいろいろあるんですよ本当に。フューズから取ってしまってシガーソケット裏側でやるとかも、配線だけにして結びつけちゃうような感じですかね、くっつけて通電させて使えるようにするっていう方法とかも本当多岐にわたってしまいますので、まあ、一般的な取り付け方として行わさせていただきたいと思います。で、まあ、僕はちょっと配線を隠すっていうところで、車の内張りなんかをねちょっと外していくんですけど、まあ、ちょっとねこの外したパーツの中に、こういうところありますよね。コードを止めて両面テープになってたんですけど、これを例えば室内の内側のパネル関係とかにこうペタって貼ってこう綺麗に這わせていく、もうコード見えちゃってもいいですよっていうパターンの方もいらっしゃいますから、まあ、それはね原車使いながらこういう風な取り付け方もできますけど、僕はちょっとここまでやって、まあ必要最小限ねコードが出てくるような感じにして、まあなるべく見た目がいいようにやってましたっていうのをね後編動画として作りたいなと思ってるので、ぜひ、そちらの後編動画も見ていただければいいかなと思います。それではですね、最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いします。お疲れ様でした。